今日は NPO 団体との中間支援をしている NPO 法人、知性者さん。 えー、コラボレーションということで、まあ、今、新型コロナウイルスがですね、こう蔓延していて、まあ感染を防ぐためになるべく人が集まって集会をしたり、まあそういったものを控えましょうと、自粛しましょうと言われている中でですね、我々のような NPO 団体が総会とかそういった集まりをですね、オンラインでやっていくためのポイントとか気をつけなければいけない点というのをですね、今、みんなにこう共有する必要があるのではないかということで、今日のこの番組を させていただくことになりました、えー、皆さんぜひ今日はよろしくお願いしますお願いします,す,す、えー、NPO 法人知性社代表理事の札です、えー、知性社は他のあの社会的な活動をしている NPO ですとかそういうような活動をしている人の支援をする NPO ということで活動しておりますまあオンラインで総会を開くにあたって注意するべき点 まあ、せっかくなので、えー、自分たちだけじゃなくて、他の団体さんにも役立つような形で、えー、情報提供しようと思いまして、えー、こういう機会を、えー、作りました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。副代表理事の真壁です。よろしくお願いします。土地政社理事、兼、実はえっとメディア時の理事もやっている、どっちの方での理事もやっている <laughs> 菊池です。よろしくお願いします。あ、普段は大学の教員とかしてます。はい、よろしくお願いします。 帰省者で修行中の赤ちですよろしくお願いします。はい、修行修行中ですか？<laughs> いろいろ教えてもらっております。<laughs> <laughs> はい、よろしくお願いします。<laughs> NPO 法人というのは、まあ、必ず年に一度は総会というものを開いて、NPO に参画している社員の皆さんを集めてですね、事業の運営のための総会を開かなければいけないというルールになっているんですけど、とはいえ、今ですね、じゃあ、えー、メンバーが全員集まって、総会をしましょうと。 いわゆる密の状態になってしまうとただ、じゃあ、それをみんなで集まれないんだったら、じゃあオンラインでやっちゃいましょうって簡単に言いたいところなんですけど、それって、その法律で定められていることとか、あるいは我々がその NPO、自分たちで作った定款の中に書いてある内容と反しないんだろうかと。そこをやっぱり、えー、きちんと確認をしながらですね、えー、運営していかなければいけないというところがあると思います。そもそもですね、その、 こういったズームとか、まあ、そういったツールを使って、ほ、まあ、他にもさいろんなビデオ会議ツールってあると思うんですけど、これでオンライン総会を行うというのは、やっていいんでしょうかそうですね、まずその法律、NPO 法にこういうオンライン総会ができるとかできないとかっていうこと自体はあの書いてはいないんですけれども、うんえー、今、 あのこういうふうに新型コロナが蔓延している状況もありまして、社員が実際にあ集まらずとも、ウェブ会議システム等のさまざまな IT、ネットワーク、技術を活用することによって、えー、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。そのの場合役,役員員みならず社員も発言したいときは 自由に発言できるようなマイクが準備され、えー、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような、えー、設備、環境が整っていることが必要ですというふうな、えー、解説が書いてあるので、そういうような、あのー、状況が整っているんであれば、オンラインで総会をやっても大丈夫だろうと、まあ、所轄庁の方でそういうふうに、あのー、書いているので。 えー、法律的にもそれは大丈夫というふうに考えられると思いますそうすると、役員のみじゃなくて、えー、社員、まあその参加者の皆さんがちゃんと発言できるような環境が整っていればっていうことなんで、はい、例えばビデオで一方的にこう見れる状態っていうことだと不十分で、ちゃんと参加している側からも発言できるような環境を整えなければいけないっていうのは、まあ、 文章としたそうですね、双方向になっているっていうことと、はいはい、それがすべての参加者がっていうことなので、なんか電話でつながってるような感じではなくて、たたいたの,あの、うん、双方向性が確保されてるっていうことですね。いうことですね。はい、なるほど。あの言葉だけを厳密に解釈すれば、まあ、音がちゃんとつながってれば、映像に関しては特に明記はされてないんですね、うん、映像については。はい 特に明記はされてえええまあそれはまあもちろん映像も見れた方が理想的だと思うんですから今その新型コロナウイルスの影響で、はい、まあ例えば Zoom っていうツールだったりいろんな SNS の このメッセンジャー機能とかにもビデオ通話の機能があったり、まあ昔、古くからはスカイプとか、そういったツールもありますけれども、えー、まあそういったものですと、大体その皆さんそれぞれお手元にあるノートパソコンとかスマートフォンで参加できるようになっていて、まあそれらには大体マイクとかついてますから、それでみんなが集まれるような状況であれば、結構その満たすことができると考えて問題ないですよね。 はい、そうですね。うん、ただ、えっとまあ、個人的に少し気になっているのは、例えばこう顔を隠してしまって、他の第三者ですね、他の人になりすましてこう参加してしまうとか、はい、なんかそういうリスクもあるんじゃないかなと感じたんですけども、はい、そういったところの対策は必要ですよね。そうですね。やはり他人がなりすましで参加するっていうこともできなくはない状況ですから、 あの最初参加した時に、まあ、今ですとやっぱり Zoom とかでこういうふうにあのビデオで、えー、映像も出すこともできるようになってるのでちゃんと本人かどうか確認したりですとか最初にちょっと少し、まあ、総会始まる前の受付の時間とかにあの会話したりして出席確認してあのご本人かどうかっていうのを チェックすするるようなな必要は出てくるかなと思います、はい、そうすると、やはりもともと文章にも書かれているように、マイク等を使って誰もが発言できるよう、はい、状態にすることが大事なのと同時に、まあ、こういうカメラも使って、ちゃんとご本人が参加してるんだなということが分かる状態をまあ確保することが望ましい、はい、っていうことになりまでも、その条件をちゃんと満たして、まあ、こういったビデオ会議等のツールを使えば、オンラインで、えー、総会を行うということも認められると、解釈できる。はい ということですね。はい。ありがとうございます。じゃあ実際にですね、総会をまあやりましょうと、運営しましょうということになったときのポイントをですね、5つの項目に分けてですね、ポイントを解説していただきたいなと思っております。まず、1つ目はですね、総会で使用する資料をちゃんとデータ、ないしはまあ書類であらかじめ参加者の皆さんに送っておくということが大事だろうと。もう1つは、グランドルール。 ですね。ルールをきちんと参加者とあらかじめ共有しておくことが大切だということ。三つ目はですね、えー、参加者の確認。まあ、先ほどの話にもありましたなる、なりすましを防ぐとかそういったこと、あといは実際に参加してみたら声が出せなかったとか、まあ、そういったトラブルを防ぐためにですね、参加者のチェックイン、えー、確認をしっかり行うということが大事。 4つ目としては、役割分担をしっかりするということで、これは運営する側ですね、例えば議長が自分でそのミーティングのホストもやって、機械も操作して、司会もやって、参加者の反応も全部チェックしてっていうことをやると、すごく大変なので、そういった役割分担をする必要があるのではないかということ。 そして最後にですね、総会の中で議決を行う場面というのが出てきます。そこで採決の取り方を明確にしておく必要があるんじゃないかと。この5つのポイントをですね、踏まえた上でオンライン総会をやるとスムーズに進行ができるんじゃないかなというところで、この5つのポイントをですね、一つ一つ細かく皆さんに解説していただきたいなというふうに思います。はい、まず第一にですね、この資料を 送っておくというポイントについて、はいえー、ご説明お願いします。はい。あの、オンラインだから、あの、画面共有すればいいから、送んなくてもいいだろうということじゃなくて、実際にちゃんと送っておいた方が、あの、手元とで見れていいんじゃないかなというところがあります。で、あと、オンラインだからこそ気をつけるようなポイントとしては、あの、資料に必ずページ数をあの振っておいた方が、まあ、いいだろうと。っていうのも、あの、まあ、質疑応答の時なんかですけれども、あの、 ここの場所っていうような時にページ数が振ってないとなかなかどこの場所か分かりにくいですし画面共有もしにくいということもありますのでページ数を振っておくあと、まあ、事業報告書であるとか決算書であるとか、まあ、そういったものは当然送ると思うんですけれども2番目のところのグランドルールっていうのがあるんですが、まあ、そういうグランドルールみたいなものもあ,のあらかじめ資料ということで オンライン総会をやるとき、まあ、こういうルールでありますのでっていうような注意書きも資料として送っておくと、やりやすいかなというふうに思います、えっと、ちょっと今、福田代表の話を補足すると、総会資料はあの定款上、何日前までに送,送らなければいけないというふうにそもそも決まってますので、オンラインだから送らなくていいということはもちろん当然なくてですね、あの必ず送るということは、まあ、皆さん、それは。 当然送っていただくとページ数を、えっと、振っておくっていうのは、えー、質疑応答の時に本当に必要なんですああ、なるほど、うん。やっぱり質疑応答の時に、この第1号リアの何ページっていうのもやらなくちゃいけないんで、何の資料かっていうこともお互いに分かってないと、すれ違いはもしかしたら起きる可能性とか、あったりするかもしれませんね、うん、<laughs> そうですね。<laughs> なるほど、ありがとうございます。 はい、では、えー、次のポイントに行きたいと思います。オンライン総会のグランドルールを共有するということですね。そうですね。やはり、あの、オンラインでやるからこその、あの、いろんな決まり事ですね。えー、これを事前に、あの、参加者の皆さんと共有しておくことが大切になるだろうと思いますで。具体的にどういうところでかって言いますと、あの、意見表明の仕方とかですよね。まあ、もちろん、その、議長の方から、 あのご意見とか質問ありますかっていうふうな振ったりはするんだけれどもその時その意見や質問がある方がどういうふうな合図をしたら、えーまあ、そ,その人がこう意見だったり質問したいっていうふうなことがこう伝わるかっていう Zoom の機能などと合わせてそこをあの確認しておく必要があると思いますそれから例えばあのミュートの使い方ですね やはりこういうふうにあのオンラインでや,やるっていうふうになりますと、自宅からつなぐ方とかも多いでしょうから、生活音とかがどうしてもこう入ってしまったりっていうこともありますので、発言しない方はあらかじめちょっとあのホストの方でミュートにしておくとか、あ,のあるいはあの各自にちょっとミュートにしていただくとか、そこら辺のルールとか、あるいは機能としての説明っていうのが必要になるかと思います。 そして、例えば、あのー、画面がこうフリーズするとかですね、えー。あるいは、あの、インターネットのちょっと接続が遅くなって、あまり聞き取りづらかったり、えー、画面がちょっと見づらいっていうふうなことも、あの、出てくるかと思います。そういった時に、あの、どういうふうにして、運営側にこう、知らせていただくかとか、そういったことのための、オンライン会議以外の、まあ、連絡方法とか、 ズームであればこうチャットの機能を使うというところもあると思うんですけれども、そもそもズーム自体があの使えなくなってしまうということもあるかと思うので、そういう場合にこの緊急時の,あの電話番号を知らせておくとか、そういったこともまあ必要になるかと思います。あとは、総会ですと議決が必要になるということがやはり出てくると思うので、その時のその採決の方法をどういうふうにするか、これはあの後ほど5番目のところで。えー ちょっと詳細についいいてはお話ししたいと思います。はい、付属というわけではないんですがこのグランドルールの共有の仕方なんですけどやっぱりまだ今,今でもあのオンライン会議にまだ慣れなくてこうこカチこチで入ってくる人たちがいるので最初のアイスブレイク代わりにじゃあちょっとミュートを押してみましょうかとかちょっと手を挙げてみましょうかとかっていうものをあのルール確認するといいのかななんていうふうに思います。 なるほど。ありがとうございます。それでは、3つ目のポイントに行きたいと思います。えー、ここすごく大切ですよね。えー、参加者の確認をしっかり行うということで、はい、えー、NPO の総会ですと、参加人数、う厳密に記録しておくことも求められますので、ここについてですね、具体的に、えー、福田さんのお話を伺えればと思います。はい、まあ、総会ですと、あのー、低速数にちゃんと、 達しているるかかどうか確認すす必要がありますので、まあ、事前にこう委任状であるとかあの書面評決っていうところで分かっている部分もあるかと思うんですけれども、えー、まあ正会員があの何人オンラインで参加しているのかっていうのを受付の担当の人がまあ最初に数えるっていうようなことがこう必要になってくると思いますでしっかりその総会の成立の要件が達しているかどうかですね まあ事前のその,の委任状の数とかとも合わせて、出席者の名簿を作って、えー、そういうのをこう、まあ、数えて、えー、確認して、えー、ちゃんと定足数に達しているっていうのを、あのーまあ、確認する。こういうふうにして、えー、きちんと参加者が、あのー、の確認ができるようにしていくっていうところが必要になると思います。 はい。ありがとうございます。あの、まあ、ポイント解説に入る前にもちょっと話しましたけど、オンライン上なので、例えば画面が隠れてる状態とかで、こう名前をいじっちゃって、なりすましが起きてしまう可能性とかもあるんじゃないかって、まあ、そんなとこで画面をきちんと表示して、こう話してもらってっていうことも少しさっき話しましたよね。だからそんな風に、事前にその入ってきた段階、皆さんがこのオンラインのミーティングに参加していただいた段階で、受付の方が、ま、顔、 まあちょっと声を聞いて、まあ、本人であることを確認してっていう形で、ちゃんとこう名簿上、参加予定の人が本当に参加しているか、こういうことをきちんと確認していくことによって、ちゃんと生息数に足りているということを確認するっていうことが大事っいやっぱり、あとそうです、ね、ちょっと補足しますと、あのオンラインの開催ということで、 これまでは遠方なのであの参加できなかったっていうような、あまりあの顔を合わせたことない方が参加される場合もあると思うので、それこそ本当にちょっとその人かどうかっていうのも、少し話してみないとよく分からない部分っていうのもあると思うので、まあ、そういうようなあのチェックインの時間で参加者の確認を取るっていうことが、より重要になるかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます 続いて、四つ目のポイントですね。えー、こちらは、役割分担をしておくということで、はい。まあ、これは多分、通常の総会でやる時ときと、少しメンバーのう方の動きが変わってくるところがあるかもしれないんですけど、ここについて、ご説明お願いします。はい。あの、シミュレーションしてみて思ったんですけど、あのー、まあ、普通の、通常の総会であれば、皆さんの状況とか、まあ、周りの雰囲気とかがわかるので、 場のの進行していくのにですねなんか様子見ながらやるっていうのができるんですけど、オンラインの場合、結構その、全体の状況がですね、なかなか把握しづらいっていうのがあるので、あのー、特に今回の総会のシミュレーションで、司会をする人とですね、あと、あの、議長。これが、今回は福田さんが司会と議長を兼任で、あの、やったんですけども、やっぱりいろいろこう、目を配らなきゃいけない。 ところが多いですので、手を挙げてもらうとか、いろいろそういうあの目配り性をしなきゃいけない部分がありますので、少しこう役割分担を工夫して開催する必要があるのかなっていうのが気づいたところです。例えば司会の人と司会をしてあの全体に目,目,目配りをする方とあと議長はあの分けておく、えー、っていうようなことが。 最初からそういうことでやっていくと、あの、一人の人に役、あの、役割が集中しなくていいのかなっていうような感じに思いました。あの、福田さんも実際、あの、どうでしたか議長と司会を兼任されましたけど、どうでしたかはい。忙しいですね。<laughs> <laughs> はい。あの、画面共有をね、あの、しなきゃいけない。書類の画面共有しなきゃいけないとか、そういうほら、作業も一全部一緒なので、うん 誰かね、その画面共有に少し時間かかるような時に間をつなぐというかね <laughs>、そういうことをこう言ってくれるような方っていうか、視界がいた方がまあや,りやりやすいっていうところもありますね。 やっぱりこのオンラインでの,あの会議だったり、総会だったりというと、ちょっとこう、1人でちょっとトラブってパニックになっちゃってるなんていうあの人もいたりするので、そういう人がちょっとチャットに、私、こんなことでちょっと今、音声が聞こえないんだけどなんていうのがチャットで入ったりすることがあるので、それをうまくこう受け止めるチャットファシリテーターなんていうのもねいた方があが、すごくスムーズに進みます。共同ホストとしてあのいろんなその テクニカルな部分をサポートしていく人の存在がすごく大きいなってて感じてますあ、えー、ともう1つあって、さっきも話したんですけど、うん、参加者を、えー、と受付する人必要だよねって話もしたと思うんです、うん、で、総会やってくるとどうしてもちょっと遅れて参加っていう人もいると思うので、そういった人にちょっとフォローする役割の人も多分必要じゃないかなと思いますね。うんうん、なるほどありがとうございます では最後のポイントですね、これ、やっぱり総会という機能を考えたときに、すごく重要な部分なんですけれども、採決の取り方を明確にするということですね。実際の会議であれば、賛成の方は吸収してくださいだったり、あるいはえ拍手で、過半数の人だとか、全体がえ賛成しているなということを確認する。 で、それをまあオンライン上でやるとなったときに、まあいくつかやり方があるんじゃないかということで、まず一つがですね、例えばズームの場合ですと、えー、機能としてですね、えっ、ー、と、拍手をするというボタン、あるいは手を挙げる、挙手するっていうボタンがあるんですね。で、こういったボタンを押していただくことによって、あ、誰が手を挙げてるとか、誰が拍手っていう意思表明をしてるっていうことが、まああの、みんなが確認できる、あるいはホスト側が確認できるような、 状態になります。なので、えー、これで、えー、手を挙げてる人って言ってこうカウントしていって、えー、ちゃんと定款に規定されている人数、えー、例えば過半数とか3分の2とかを超えているっていうのを確認するという方法がまず一つあります。であとは、 これはあの、ズームの有料会員の機能になってしまうんですけれども、えっと、投票機能というのがあってですね。えー、まあ、例えば、議案1について、えー、賛成します、反対しますっていうのを、まあ、投票するという機能ですね。まあ、ズームの場合は有料で、もしかしたら、あの、使用するサービスによっては無料で使えるものもあるかもしれません。こういった投票機能を使うことによって、ある程度正確に何人が賛成している、何人が反対しているっていうのを確認するということも、 できるということですね。あとは、まあ、これは、あの、当たり前といえば当たり前なんですけど、みんなこうやって画面を表示して参加しているので、じゃあ、賛成の方は挙手してくださいとか、えー、賛成の方は拍手してくださいって、こうやって皆さんがちょっとやってみてください。こうやって皆さんが参加してれば、これ画面上ですぐ見えるわけですよね。うんまあ、そうやって、こう、あ、みんな拍手してるなって、これで大体過半数を超えてるなっていうことを確認する。 っていうのもまあもちろんできるとは思いますね。はい。こんな形で、えー、いくつか、えー、こう、オンラインでミーティングをする際に、えー、採決、皆さんが賛成してるか反対するかっていうのを確認する方法はあると思います。まあ、気をつけなければいけないのは、これで、その、賛成反対っていう数の取りこぼしが発生したりとか、あのー、不正確なカウントの仕方をしてしまうっていうのは、まあ、やっぱり避けなければいけないということだと思うんですけど、実際あの、シミュレーションで いくつかの機能でですね、この採決をしてみてて、えー、皆さんどうでしょうなんか感想というか、これが使いやすかったとか、これは気をつけなきゃいけないみたいなのがあったら、ぜひ教えていただけないでしょうか。総会に参加する人数が何人かっていうのが結構ポイントになってくると思うんですよね。人数が少ないときは、 あのもう本当に画面上でこう拍手したりとかですね、こう拒否、拒止したりっていうことで十分皆さんの反応がすぐわかるということなんだと思うんですけど、団体によってはね、あの、例えば30人とか、あの、40人とかですね、そういうふうに総会参加者が多くなる場合やっぱりなかなかこう、実際の拍手ではわかりづらいな、みたいなことがあるかもしれないので、その投票機能を使うとかですね、 なんかそんな風にして、一番こう効率のいい把握の仕方っていうのを探っていただくってことかなと思うんですね、あのー、通常の NPO の総会ですと、あんまり厳密にあの何人賛成かっていう、まあ、そこまで確認する必要がないことの方が多いかと思うんです。うちでも大体その、まあ、事業報告とか決算について あの承認いただくときは、これまでも拍手で、えー、確認するっていうのが多かったんですけれども、まあ、何かしら定款の変更とか、あるいはその役員の選任とかで、意見がすごく分かれるような場合が出てきたりですとか、あるいはたあのーまあ、通常総会ではなかなかやらないかもしれませんけれども、あの解散の決議を取るなんていうようなときだと、結構やっぱり厳密に人数を把握する必要があると思うので、そういうときにはまあ投票の機能っていうのは結構、 便利に使えるののかなっていうのは感じましたこの Zoom で50人とかになったら、うん、えー、とね私のパソコンの画面はそんなに大きくないので何だろう25人ぐらいしか出てなかったんですが最大49名が一つの画面に出てくるそうですであとはあのスライドしていけばその49人ずつ <laughs> あの見られるっていう感じですね一気に200人を見ることはできないです 多分そのページをめくらないと次の人に行けないんで、ちょっと手上げつけてください。手上げといてって言いながら、<laughs> 右手でこういろいろ操作して、次のところ行って、あこの人どうぞみたいな感じでやったりとかするんで、んちゃんとこうなんかジェスチャーも大きくしつつ、ない。いけないですし、はい、さっきあの、例えばズームとかだと反応のボタンから拍手っていうのがあるんですけど、それが一定時間が過ぎると消えちゃうんですよね。 だから、ちょっとずっと押し続けてくださいねって言わないと、ちゃんとどれぐらいの人数がいるかっていうのが、いまいちわからなかったりするかなと思いますう、ね、少しこう確認に失敗するようなことになったら、もう一回やってくださいとか、ちょっと手を上げ続けてくださいとかそうや、そこはもうコミュニケーションでカバーするしかないっていうことですよね。ととは、アナログな方法ですが、紙に書いてこういうふうに意 <laughs> 気表示をするという、そのね、そのアナログな部分も一緒にこう合わせて使っていくのも、一つの方法なのかなと思います。 あとは、あの、個人的にちょっとお気になっていたところがですね、例えば、えー、インターネット回線の,あの調子が悪くなったとか、まあ、あるいは何か、まあ、例えば私であれば、突然、うちの子供が、 <laughs> あの、盛大に何かを催した時とかですね。<laughs> あの、<laughs> ちょうどこう、議決をしなきゃいけないタイミングで席を外してしまったとか、あるいはインターネット落ちてしまったとか、まあそういった、あの、ことってあると思うんです。で、そういう時に、その、本来であれば出席なんだけども、えー、議決の意思を、あのね、採決の意思を表明できないみたいなことがなってしまった時って、なんかこう、フォローをした方がいいんでしょうかさっき、あの、赤川さんおっしゃったように、やっぱりなんか、 機能がいいんですすかねそうするとあのその今、お客さん来ちゃってみたいなので、うん、でそ,のそれを見て、進行役の人が、じゃあ今、ちょっと議決を取るのを少し待ちましょうみたいなことになるとか、まあ、そういう感じの工夫が必要なのかなと思うんですけど、どううでしょうね、あのー、その議案の重さといいますかね、その人数が大切かどうかの部分で、過半数がだいたい賛成。 かどうかが分かればいいくらいのものであれば厳密にちょっと一人つながってない人がいるみたいだけれどもまあいいかぐらいでそ,そこはちょっとあの事前のお断りは必要だと思うんですけれどもあのそういうところで判断するっていうのもあの実際の,あの総会の運営としてはまあ,ありなんじゃないかなと思います。うん そのやっぱりルールを決めておいてですよね。はい、その,そのそ、ね、グランドルールをちゃんと決めて、うん、まあちょっとは、ま、待ちますと。で、どうしても例えば、はい、えー、何分ぐらい待っても、復帰しないようだというときに、まああまり問題のないような、えー、議案であれば、過半数を超えるだろうみたいな議案に関しては、まあそこで、まあ、いなくても採決しちゃいますよっていうことで、あらかじめこう、参加者に了承していただいておけば問題はないっていうことですよね。例えば、 これちょっと意地悪な話になってしまうかもしれないですけど、まあ代表を交代するとか、何かこう、トラブル含みの議決をしなければいけないという総会が仮にあったとしてですね。でそういうタイミングでお、じゃあもう俺は絶対にこれ採決させたくないから、採決のタイミングになったらわざと落ちてやろうみたいな。<laughs> なんかまあ、そういうこうね、嫌がらせだったり、なんかこう、悪意を持って何かをやろうとする可能性って多分ゼロではないですよね。 それはやっぱりグランドルールをきちんと決めておくっていうことしかないですかね、そうなってくると、うんまあ、そ,それも何かした電話であるとか、何かそういう緊急時の手段であの連絡、まあ、つけるんであるとか、そういうようなルール自体は決めておいて、そういう緊急手段も取らずにっていうことであれば、そういう採決を棄権したっていう見なされ方もされる。うん こととはあるのかなと思いますそこら辺はそは議長が判断するようなことになってくるかなと思います、はい、ありがとうございますあとは、あれですよねその一応ちゃんと数を数えた方がいいだろうっていうような議案の場合は例えば、えーまあ、司会の人がただ1人で数えるんじゃなくてそれこそ役割分担をして必ず20チェック、30チェックで数カウントするとかそういったまあことも一応ちゃんと考えて運営していくことが大切になってきますよね、きっとね。はい はい、いやでも今、えー、と僕、ちょっと気になってたのが、そういえばオブザーバーで三助会員の人が多い団体とかいる際に、正会員と社員しか評決取れないですよね、そうですね確かに確かに、理決を工夫しなくちゃいけないなっていうのを、一つ今、話しながら思ってましたね。 そこら辺のところはもう厳密にやるんだったらやっぱりその司会以外の人が参加者カウントする人であの名簿で例えばチェックつけていくとかそういった方法とかがあるのかなって思いましたはいありがとうございますあのちょっと今の話に関連するとそ,それぞれの画面のところに名前と あのー、所属とか、こう、書くじゃないですか。はい、書けるじゃないですか。はいこ。ここに、正会員とか参助会員とかって書いておくといいのかな <laughs> そうですね。 失礼かしらそれって。いや、そんなことはないんじゃないですかね。あの、実際あの、ズームの場合は、ホスト役の人は、参加者の名前を自由に書き換えられるようになってるんですね。まあ、うん、もちろん悪用はしてはいけないんですけど、例えば、えー、名前の冒頭に、まあ、A とか B とかって言って、なんか、例えばグループ分けをするみたいなこともできますし、はい、えー、正会員、参助会員、あるいは理事とかっていうふうに役割をつけておいて、えー、投票するときに、こう、見やすくする。 っていう使い方もできると思います。うんうん、はい。やっぱり日頃からの会員さんとのこの信頼関係がどうだったかっていうことを、やっぱりここでも問われるわけですよね。やっぱり日常的なコミュニケーションをしっかりとっておけば、あの、オンラインになっても、 こう、うん。例えば、そのね、挙手してくださいとか、こう、拍手とかっていう時もですね、いろんなことがスムーズに進んでいくんだなって思うんですよ。うん。で、それがないと、なんかいろいろ確かにこ、オンライン上でですね、混乱することがもしかして生じる、生じるかもしれないなっていうのが、すごく、あのー、感じます。日頃の関係性づくりのあり方を、 こういうことを通して、あのすごくあの学ばせられるんだなっていうことで、ですね、ぜひあの積極的にオンラインの総会なんかを皆さんにも、ね、足踏みしている団体も多いと思うんですけども、積極的にこう試してみていただきたいなっていう感じが、あのシミュレーションを通してなおさら思いました。うん、こうしてみると、 いろんな機能を使いこなせば、リアルで総会をね、あって、総会をするのと同じようにできるんだなって思いました。あのむしろあの、県外の人とか、遠くの人たちも参加しやすくなるので、もしかしたらどんどんこうネットワークが広がっていくんじゃないかなというふうに感じました。こういうオンライン総会だからこそのこう新しい可能性みたいなのもやっぱりあるかなというふうに思っていまして、 えーまあ、もちろん、総会は総会の機能と機能っていうか役割として、定款に決められているような総会の議決事項をちゃんと議決していくというようなこと、当然あるんですけれども、えー、うまく使ってや,やれると結構面白いかなというのは感じましたありがとうございます、まあ、いつまで本当にこの状況が続くかわからないですし、まあ、仮に落ち着いたとしても、ですね、まあ、オンラインなりのメリットというのもあるので、オンラインの総会をやる、あるいは、 オンラインのミーティングをやるということも、これから当たり前になっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ今日の動画を参考に活用していただけたらというふうに思います。はい、というわけで、今日は皆さん、えー、本当に貴重なあいろんな様々な情報だったり、えー、アイデアをいただいてありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ぜひまた何かこういった情報発信できればと思いますので、はい、この知性者ラジオというふ、ね、<laughs> ぜひこれからもよろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。はい